オールジャパンの準決勝第1試合、まもなくティップオフ。ここは飛びません。まず守りマンツーマンです。富士通、吉田につくのは篠崎、町田ではありません。激しくプレッシャーに来ます。インサイドが強いジェイクセネオスですが、まだ入らない。吉田入れられない、自ら打ちました。大事なリバウンド取ったのは山本です。見事にボックスアウトしていました。さあ今シーズンパスをよく回して展開する富士通のオフェンス、ワイドオープンの選手を狙いますが、ドライブして、あ、渡嘉敷のブロック、高いですね。1m92cm。 ただここの長岡、それからこの山本ですね、あの富士通はここの得点力というのが今日あの必ず必須ですよね。必須という、まずその山本のドライブでファールをもらいました。この長岡、あ、渡嘉敷のブロックは高さがありますが、2つまずドライブを見せてきました富士通です。そうですね、今年あの非常にドライブからキックアウト、それからワイドオープンの選手を狙うというようなオフェンス、まあ、徹底してますよね。テイブスヘッドコーチは NBA のサンアントニオスパーズのような、ボールを回してワイドオープンの選手に打たせるようなバスケットを目指していると言っていました。その中で先ほどのようなドライブが有効だとも言っているテイブスヘッドコーチです。さあまず最初の得点は富士通、フリースローで上げました、吉田にボールを持たせませんね、はい、吉田につくのはルーキーの篠崎、非常にクイックネスがあります篠崎。間宮につくのは篠原ですが、ここでドライブです。あ、このオフェンスリバウンドの強さが渡嘉敷、高さがあります渡嘉敷。そうですね、あの辺でやっぱり押し込まれてしまうと厳しいですが、ジェイクスゾーンですね。さあ前から当たりますジェイクス、はい、これでこの2試合を勝ってきました。そして得点に結びつけます。これはジェイクス真面目から仕掛けた形になりますね。さあオープンになります、かわして山本、いいリズムです、決めました。しかしジェイクスも前からのディフェンスをこの立ち上がり見せてきました。そうですね、ゾーンプレスでしたけれども、まあ、富士通が1本落ち着いて返しましたね。岡本の今度はドライブ、ここのディフェンスですね。そうですね、はい、まあ、この長身の渡嘉敷選手が迫ってきますから、はい、まあ、一発引っ掛けた形になりましたけれども、2本目はあの山本選手が非常に落ち着いて沈めましたね。まあ、前から来る分後ろは空いてしまうというデメリットもあります、さあまず立ち上がりは4対4、吉田につくのは篠崎、ここで宮澤、さあポストに入れるがパスが不十分、なかなかインサイドを使いません。スリーポイント来ました。来ましたね。吉田復帰5試合目で初得点。ここまで得点なかったんですが、吉田のスリーポイント。そうですね。まあ、あの外角シュートがねなかなかないというのが吉田選手の、まあ、今までの特徴だったんですけども、きっとあのリハビリの間にしっかり取り組んでたんじゃないでしょうかね。この人が点を取れますとさらに引き出しが多くなります。そうですね。はい。間宮がこの位置。リバウンドはしっかり取る富士通です。篠崎はリバウンドによく絡みます。ここから早いのは今年の富士通の強みですよね。篠原、ファールをもらいました。マニアのファール、今日はトーナメント一発勝負、インサイド陣のファールは注意しなければなりません。いいポジションを取っていました。うまいですね、はい、ここからの左でしっかり服に行けるのが篠原選手のいいところですよね。東京聖徳大聖徳高校の先輩後輩の2人のマッチアップ、後輩の篠原がフリースローを獲得。個人ファウルは5つすると退場になってしまいます。まだインサイドが十分に使えていないジェイクセネオス。そうですね、富士通が徹底して守ってますよね、インサイド。吉田が持つ、吉田ここでチャンプショット、あー渡嘉敷の高さ、しかしこれはアウトオブバウンズです。リバウンドへの意識は富士通どうでしょうか。あの非常にボックスアウトもあのしっかりやっていると思いますね、はい。まあ、今もそれ嫌がって渡嘉敷選手がちょっとファンブルした形になりましたからね。さあこうやって動きながらパスを回す富士通、町田はまだ得点がありません。篠崎のドライブ得意、もうちょっと狭いスペースです、よく守ってますよジェイクス。マンツーマンで守っています。ここも吉田のいいディフェンス、長岡スリーポイント打たざるを得ないようなシュートになりました。いいディフェンスのジェイクセネオス。岡本が今日はボールを今コントロール、宮澤ドライブ上達しています、
まあ、今2本、ね、ちょっと落としましたけれども、まあ、今年本当に勉強中なんですよね、そこのポジションを、まあ、いい形で仕掛けていると思います。ルーキー篠崎、さあ長岡の1対1リバースレイプブロックだ。今日2つ目のブロック、渡嘉敷、しかしパスアウト、オープンだ、スリーポイント来ました、篠崎です、はい、ルーキーの篠崎、ドライブもありますけどもスリーポイントもありますからね、一昨年のインカレの決勝の39得点というのは本当にもう語り草ですよね。松陰大学から富士通に入ってきました。いいディフェンスを見せました富士通、パスアウトを許しません、早い展開に持っていくが、あーここでもったいない、惜しい惜しい、町田のターンオーバー、逆に吉田、得意の距離宮沢、あーリバウンド、やはり2人3人と絡むんですね、はい、しっかりボックスアウトしてますね、リバウンド相手取らせないように。ここでうまく篠原がパスアウト、インサイドアウトからのスリーポイント。篠崎はリーグ戦の JX 戦で31得点を挙げた選手です。おととしのインカレ MVP のゴールデンルーキー、非常にねここメンタルもいいのでね、まあ、足もありますし頑張りますしね。その篠崎にボールが渡りました。町田はまだ得点には絡んでいません。篠崎、ここは吉田がつく、吉田は少しディフェンスに不安があるとも言っていましたが、町田のドライブだ、ナイスパス、外れましたがいいプレーになりました。そして篠崎も今オフェンスリバウンドに絡んでいきました。はい、まあ、JX エネオスがこのドライブに対して徹底してオープンで守ってるんですよね、まあ、ただ今本当にいい形で町田がパスアウトしましたけど、ですから町田のアイプレーもっと増えなければなりませんか。そうですね、まあ、それをまあ JX エネオスも警戒してるんですけどね、もうちょっと増やしたいところですね。富士通は吉田、ナイスパス、ここは裏に出しました。これが吉田と渡嘉敷のホットライン、そしてすぐに攻撃を展開しようという富士通、ボールを狙っていますが、ああいったこの吉田からのこういうパスっていうのはやっぱりリーグ中吉田がいない期間っていうのはなかなか来なかったでしょうからね、やっぱり大きいですよね。さあここで4分少々が過ぎたところで吉田がやはり交代、20分ほどしか試合出られません。さあこの時間帯富士通はぜひ押し込んでおきたい時間帯です。そうですね、チャンスの時間帯ですね。さあ篠原に入れた、1対1フック得意、しかし入りません。さあコントロールするのはベテラン30歳の新原、去年はリーグ優勝に貢献しました新原、9番。マミヤが行く、今度は篠原のファール、篠原は1つ目、強力なジェクスのインサイド陣を守らなければならない篠原ですから、この篠原もファールには注意しなければなりません。そうですね、特に富士通の選手控えがねちょっと不安があるので、特にファールは気をつけなければなりませんね。今シーズンリーグで得点ナンバーワンのマニアユカ、平均で17点ほど取っています。さあ早い展開で持っていく富士通、長岡スリーポイント、リバウンド入りませんが、今日長岡は外でのプレーです。そうなんです、まあ、積極的に攻めてるんですけれども、どうしてもやっぱり渡嘉敷選手のマッチアップ性の高さが気になりますね。JX エネオスはまだインサイドでは十分に攻められていません。はい、富士通ディフェンス変えました、ゾーン、ね、ゾーンディフェンスになっています、はい、このゾーンで JX エネオスを苦しめました。打たせない、ショットクロック残り少ない、リバウンドを抑えます。このゾーンディフェンスをどうかいくぐるか、JX エネオス、はい、山本序盤から得点を重ねていますが、オフェンスリバウンドは富士通。第1クォーター6分を経過、スリーポイント打ったのは町田、これはエアボールになりました。まあ、吉田が今ベンチに下がっている時間帯、ここが JX エネオスの踏ん張りどころ、そこでゾーンにしてきた、この狙いはどうでしょうか。そうですね、やはりちょっとガードのところで、まあ、パス回しと不安があるのかなというところで、まあ、富士通が仕掛けた形になると思いますね。前から 2-1-2 守っていきます富士通、はい、ここも仕掛けますね。ここで大沼が JX エネオスも入っています、はい、宮沢が出ました。やはりボール運びがある程度できる選手を入れてきています。早くボールを持っていく町田、今日は外から崩したいと言っていたテーブスヘッドコーチですが、篠崎のワンワン、ここは外れました、まあ、両方ともちょっと守り合いみたいな時間帯になりますね。インサイド、
まだ使えていません。ジェクセネオス、はい、ゾーンをどう攻めるか。そうですね、まだギャップに人は立てていません。渡嘉敷の外、そうね、打たされましたね。いや、今のも打たされた形になりますね。決してあのゾーンを崩れてないと思います。富士通のディフェンス成功。さあオフェンスはどうでしょうか。やはり高さが気になってなかなか、はい、中では攻められません。町田のこのドライブから。そうなんですね、こういうドライブも徹底して守ってますのでね。オフェンスファール2つ目、篠原、第1クォーターでファール2つ目、うん、交代するかどうか。そう、うん、一発目はね良かった。この2発目のこの肘がやはりオフェンスファール取られましたね。まあ、1クォーター2つしてはいけないんですが、はい、我慢しますねベンチ。交代はありません、はい、普通はここで、まあ本当、まあ、第1クォーター大体2つまでですよね、交代するんですけれども、まあ、ゾーンですからね今ね。あそこをつけ込むことができるかジェイクセネオス。渡嘉敷、またこの高い位置、スキップパス逆サイド、なかなかやはり攻め手がない。そうですね、岡本にも打たせない。バイオレーションのショットブロック。富士通のディフェンスが効いています。はい、特にどこがいいでしょうか。まあ、インサイドをやはりゾーンだと守れますよね。それから岡本選手のスリーポイントに対しても徹底して守ってますので、まあ、JX が完全に攻めあぐねている感じがありますね。さあここで交代、ベテラン36歳三谷が入ります。そしてファール2つの篠原が下がりました。スリーポイント得意、今シーズンは 50% リーグトップの成功率を誇ります。ただ高さという点では今なくなりました富士通。そうですね、まあ、ただ三谷選手は引っ張り外にあの選手を引っ張り出すことができますのでね。町田ドライブ、ただ町田のドライブなかなか引きつけられません。そうなんですね、いいディフェンスを見せました。速攻からうまいですね。バスケットカウントにはなりませんが、はい、この間宮の呼吸見事ですね。はい、ここで飛ばしといてこの後に飛ぶ選手に寄せてんですよね。でこれでファールになりますので、こういうのはやはりうまいですよね。チームファールはこれで富士通が4つ目、うん、まあ、次回からはもうフリースローということになります。そうですね、富士通ちょっとファールが多いのが気になりますね。確実に2本決めてきます。今日フリースローだけで3点目のマニア。序盤は少し重たい展開のこの準決勝第1試合、はい、さあ得意のスリーポイント山本、あーエアボール。今日ちょっと外のシュートがこういう外れ方が。そうですね、まあ、もちろんその一発勝ちたいというところもあると思うんですけれども、非常に代々木の第一体育館、あの空気がある体育館なのでちょっと距離感は取りにくいかなと思いますね。さあこの実のディフェンスはゾーン。さあ JX が1本返したいですね、このゾーンの時間帯ね。新原が切ってきましたが少し難しいショットになりました、はい、さあこれを攻撃につなげたいのが富士通なんですが。そうですね、少し得点止まっています。篠崎のドライブ、はい、やはり困った時はこういうプレーでしょうか。そうですね、あの、まあ、再三こうやってドライブから何かそのきっかけを見出そうとはしているんですけれども、これがまあ今回は、まあ、篠崎選手しっかりあのファールをもらった形になりましたね。まあ、しっかり体を当てながらファールをもらうプレーになりました、はい、体が強いんですよね。1m67cm ですが強いですか、はい、決してあの大きくはないんですけれども、非常にあの体の当たりが強くて、アンタフィニッシュで、まあ今はバスケットカウントになりませんでしたけど、バスケットカウントをもらうようなあの強さがあると思います。ここでジェイクセネオスが選手の交代、大沼に代わって宮沢が入ります。スモールフォワード同士の交代になりました。前から当たる富士通、ジェイクセネオスはターンオーバーリーグで最も多い平均19というのがあります。さあここをなんとかクリアしたいですね。リーグ戦でもこのゾーンで、まあ、うまいことやれなかった。裏に通しました、はい、ここは落ち着いてパスを出しました。さあ吉田がいない時間帯にああいうコントロールが非常に大事になりますが、さあ逆にこれチェックセネオスもゾーンですね、はい、あの両方ともゾーンの時間帯ですね。技術はそれをどう攻めるか。ショットクロック1桁、さあここはミスマッチをついた山本です。ガード陣はそれほど背が高くありません。ジェイクセネオス、そこを山本 1m76cm つきました。激しいディフェンス。さあ1本を切っています、はい、ここはコールプレーですね、はい、
ゾーンに対してどう攻めるか。ここはいいポジションに入れました間宮。リバウンド強い宮澤、はい、よくつなぎました。さあショットクロックと近いような秒数ですが、いやここはいきます間宮です。今のもったいないな。徐々にインサイドでの得点も増えてきました。さあオープンで山本スリーポイント、ああ来ない。そうですね、リバウンド、こういうの来ないと今日は厳しいですね。さあオープンだ長岡、今度は決めました1点差。ここで第1クォータータイムアップ16対15。第1クォーターはジェイクセリオス1点リードで終えています。一方富士通の BT テーブスヘッドコーチですが、カットが遅いと、もう少し早く回していきなさいという指示です。確かに少し足が止まるような場面もあります。さあここでオープンだ長岡、先ほど決めていて2本連続、はい、逆転日本代表のオールラウンダー。そうですね、先ほどの1本目決まったのがね、気持ちよく打てた要因になりましたね。同じようなポジションでしたしね。さあ今度はマンツーマン、はい、マンツーマンですね、なりました富士通。吉田が出てる時間帯はマンツーマンなんですかね、ちょっと見ていかなきゃ分かんないですけれども。マミヤのパワープレー、このリバウンド、やはり富士通今日は頑張っています。そして早い展開、増田今日得点はありません。三谷、はい、そうですね、よく通りました。篠崎のレイプ、こういったカットを、まあ、増やせというような指示ですよね。さあそして吉田につくのはやはり篠崎です。渡嘉敷には三谷がついて、岡本のスリーポイント、うん、今日は入らない。リーグ戦でもこの富士通戦、岡本スリーポイントで苦戦しました。町田がべったりとついています、はい、しっかりもうほとんどノーマークしませんよね。その中でもインサイドを守っている富士通、渡嘉敷のドライブ決まりました。高いですね。世界選手権でもこのドライブを見せました渡嘉敷。もっと体を強くしたいんだとも話していますが、これはライン際のパス、うーん、ターンオーバーになりました。このハーフライン際のディフェンス、はい、ジェイクセネオスの持ち味。そうですね、これ仕掛けてきた形になりますよね。渡嘉敷のドライブ、まあ、スペイン、チェコ、ブラジルと3連敗はしましたが、去年の世界選手権、渡嘉敷はもっと体を強くしたいんだと、はい、逆に意欲を燃やしています。そうですね、なかなか日本ではもう得られないような経験だったと思いますしね。裏にまた通す、はい、渡嘉敷決めて20対18。富士通が、まあ、フルフロント前で守っていますので、明日裏を狙っているジェイクセネオス、はい、三谷がファール2つの篠原に代わってこのクォーター出ています。さあここでもターンオーバー、渡嘉敷がちょっと左足を気にしてますね。そうですね、どこかでおそらく先ほどのドライブで接触があったんじゃないかなと思うんですけどね。さあ篠原がいない中でジェイクスインサイドを攻められるか。宮沢今日は外のシュートがあまり決まりません、はい、しかしよくボックスアウトしてますね。そうですね、ゴール下は本当にしっかり体当てて取らせないようにしてますね。町田のドライブ、ここは合いませんでした。ただ明日プレーが必要です。山本うまいターンだ、ファールをもらいました。うまかったですね、見事なターンを見せた山本、今日は積極的に攻めています。はい、まあ、この選手本当にもともとスリーポイントだけじゃありませんからね。そして宮澤のファールが2つ目ということになって中村ユニカ登場です、はい、まあ、この中村選手も今年からの3番にコンバートしてますけど、宮澤選手はとにかく特にああいう外回りのディフェンスが課題ですよね。やっぱり4番から3番にコンバートする1番は外回りのディフェンス、ここが大変になってきますので、まあ、こういう時間帯でやはり2つファールっていうのはまだ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 なのかなという気はしますね。2本決めました。山本がチームトップ、ここまで8得点を挙げています。さあ前から行く富士通、接戦になっています。準決勝第1試合、ゾーンディフェンス、はい、また切り替えました。吉田がいる時間帯でもゾーンディフェンスにしてきた富士通、ね、はい、吉田、インサイドを狙うが入りません。よく守っています。ここでピックに来てスリーポイント、今日決めているが打たされた形。さあそしてこのブレイク、長岡、はい、町田とのホットライン、2点リード、はい、これが今年の富士通のいいところですよね。非常にトランジション早くなりましたよね。リーグトップの平均得点79点を挙げている富士通、ゾーンディフェンスで
攻撃的に守ります。渡嘉敷この距離得意、あしかし入らない、うん、リバウンドも抑えます。篠崎がよく取るんですね、リバウンド。そうですね、この選手本当にリバウンドよく取りますよ。あそしてこの、はい、長岡もよく走ってましたね。そしてそこに町田のパス、はい、今日は町田はパスでの貢献ですけれども、やはりいいと思います。さあ2点リードの富士通、ここはなんとか手を出していきました。中村ユニカ2年前の17歳以下の世界選手権4位でベスト5に選ばれた素晴らしいプレイヤーでもあります。はい、去年まで4番で の起用だったんですけど、今年は3番にコンバットしてますね。スリーポイント篠崎きた、はい、やはり JXNF 戦は強い篠崎、7点目。いやルーキーですけど全然物応じしてませんよね。そこはいいドライブですが、オフェンスリバウンド強い渡嘉敷、これでつなぎます。渡嘉敷が12点目、早い早い早い、あっという間に決めてきます。はい、このあたり少しでもピックアップが遅いと狙ってきます。そうですね、富士通は身長が、ジェイクスに比べてないんですけれども、その分非常に機動力がありますよね。このクォーター2つブレイクが出てオフェンスファウルはない、ノーチャージエリア、しかし落ちてしまいました。はい、今のは入れたかったですね渡嘉敷選手。さあここを入れると富士通、三谷のスリーポイント、きた、ベテラン36歳オールジャパン3連覇を知る選手、大事なところでのスリーポイント、はい、ここでタイムアウトはジェイクセネオスです。今年 の富士通の象徴するような、ここまでの試合運びですね、非常に勢いがありますよね。何よりも速攻が出て、うん、そして今スリーポイントでという展開、長岡のところにタッグがついています、うん、ね、ドライブさせてあとゾーンの時にギャップが空いてるよ、あただ大きく見せてるだけなんだ、だけどみんなパスだけ狙ってるから、ギャップドライブから引き付けといてパス出すぐらいだったら分かるけど、みんな外でただ回してるだけだから自分のシュートエリアにも入っていってないし、ギャップがあるからそこをついてって寄せといて誰かにパス出してあげるとそこにシュート打てるはず、我慢して、あと切り替え、もっと早くディフェンス、今富士通のゾーンディフェンスのギャップ、人と人との間の話がありましたが、萩原さん、はい、ゾーンディフェンスに関してですけれども、ちょっと形を追いすぎるところは確かにあるんですよね、ジェイクソンロスがね。でそこは本当にゾーンというのギャップが守れないので、先ほど岡本選手がやったようなドライブからシュートをするというもうちょっとシンプルなことをしなさいという指示でしたね。富士通のですね、BT テーブスヘッドコーチは、展開をもっと早くしなさいと、ペネトレートをしないとダメ、それとスリーポイントない選手は使わなくていいという指示でした。さあタイムアウト明けの大事なオフェンス、ギャップをつけるか、はい、ここもまだ外回り、ここで入りました、しかし十分にはシュートチャンスが生まれません。そうですね、ギャップがつけない、インサイドにいますからね、どうしても JX の選手ね、だからギャップがつけないんですよね。なんとか吉田がリバウンドを取りましたが、吉田がまだ体調万全ではないので吉田のドライブというのがなかなか出ません。そうですね、でこうやって岡本選手のところはぴったりゾーンなんですけれども、ほとんどマッチアップでついてるんですよね。さあここはいいところにボールが来ました、はい、この攻め方でしょうか。そうですね、今ギャップをドライブした形にはないんですけれども、岡本選手が浮き回ったおかげで、ギャップができたという形になりましたね。ジェイクスはゾーン、スリーポイント篠崎、弾いたオフェンスリバウンド、見事な長岡のチップ、うまかったですね。そして山本ここは打たない、ゾーンをどう攻めるか、ここで長岡、相手は渡嘉敷、さパスアウトしてうまくかわした、ドライブブロック、あれをね、そう詰めちゃうとドライブはブロックされちゃうのさ、ここでジャンプシュートでよかったですね。目の前には渡嘉敷、ちょっと浮かせ気味には打ちましたが、はい、一応見たんですけどね、あそこでね、もう本当に渡嘉敷選手のブロックというのは高いですからね。ショットクロックは1桁、スリーポイント三谷連続、あベテラン素晴らしい2本連続、はい、今日富士通6本目スリーポイント、ここで岡本もスリーポイント打ち返したが入りません。 JX のスリーポイントは吉田の1本だけ、
岡本が打たせてもらってないですよね。シューターを封じている富士通。逆に富士通さん、うまいターン、山本今日2回目に見せたこのターン、山本12点目。非常にあの富士通の選手が GX の選手の特徴を捉えてオフェンスをしていると思いますね。今も山本選手はミスマッチだと思ってしっかりインサイドに行きましたからね。11点リード2桁富士通。ああこうやってシューター岡本封じられます、はい、吉田が打たざるを得ませんが、そうなんですね。どう守りたいでしょうか GX は。さあ町田が行った、ファールをもらいました。もう流れは富士通。改めて萩浦さん、はい、ジェクスの守り方の考えはどうですか。そうですね、第一クォーターの出だしはこういったドライブをしっかりオープンで守っていたんですよね。で今ねオフェンスがうまくいかないので、それがディフェンスにこう波及しちゃってきてるんですよね。こういう時こそしっかり町田選手、それから篠崎選手のドライブを守るべきだと思います。今は早い展開で町田が持っていて今日初得点、はい、それから早いのでね、しっかりまず戻ってこなきゃダメですね、ジェイクス選手ね。確かに戻りの遅さを2度疲れる場面もありました、さあリード13点まで開きました。ギャップをつきたいと話していた佐藤清美ヘッドコーチですが、まだなかなかそれが実現できていません。岡本のスリーポイント、今日初めて、よく入れましたね、はい、さあシューター、これがきっかけになるでしょうか、はい、10点差。今つなぎましたね、しっかり丸があるとディフェンスも外に出たのを得なくなっています、はいはい、さあパスをよく回す富士通。そしてこのドライブブロックはしますが、はい、ただ今ジェイクスのゾーンに関してこうやってドライブで攻めるって、まあ、これでいいんですよね。ジェイクスも逆にこういった攻めでいいと思います。さっきただ横言えば今のドライブに対してもう一個合わせが必要ですね。富士通は篠原が入っています。三谷が下がっています。コーナーからのスリー決めた、町田今日フィールドゴールは初めて、はい、今もう完全に待ち構えてシュート打ってましたからね、いい確率で打てたと思います。なんとここまで40失点のジェイクセネオス、マミヤのパワープレー。そうですね、なんとか本当になんとか繋いでる形なんですよね。さあタッチダウンパス決まった、三谷がよく走りました。スリーポイントに、そして速攻に大活躍。今いいパスしましたね。よくパスを通しました。はい、ピンポイントできましたね。速攻3本出ています。あ、得意な大沼の距離ですが、これも入りません。やはりこれが流れでしょうか。パスアウト、長岡3、今日は2本決めています。はい、JX も走りたいですね、ここから。まあ、吉田は JX の持ち味はスピードであるとも話していますが、はい、今日は速攻あまり出ません。マミヤのこの距離、これも入らない。しかしオフェンスリバウンドはなんとか取って岡本、オフェンスリバウンド、もったいない。吉田がまだこのクォーター大事な場面ということでベンチに下がりません。そうですね、出場時間の制限はありますが出続けています。吉田ただなかなか点差詰まらず11点リード。ここでジェイクス大沼のファールです。はい、今篠崎選手ドライブしようと思ったんですけれども、ここ長岡と大沼のところがミスマッチになったのでやめたんですよね。こういうところしっかり見えてますよね、本当によく見えて、そしてよくパスも回っています。11点リード。ここで富士通最初の前半のタイムアウトを取りました。おい、あ、さっきのプレーもったいないや、ゾーンでも5人がリバウンド取りに行きよ、はい、オッケー、これ覚えてる、ゾーンのスローイン、オッケー、レイがね3番目、あ、ごめん、オフェンススローイン、オッケー、一人がスクリーンかけて、一人スクリーンかけて、もう一人スクリーンかけて、これ使ったことある、はい、OK、で、早くポップアウトして、ワイドオープン、打つ、OK、3人、はい、いいね、あ、もしマンツーだったら、これもか、はい、今はジェイク・セネオスのゾーンディフェンスに対するオフェンスの指示、はい、そうですね、特にスローインですね、エンドラインからのスローインの指示があったと思います。ここまでオフェンス好調、
42得点、3ポイント6本決めています、富士通。ジェイク・セイノースはインサイド、間宮渡嘉敷で23点取っていますが、外回りの選手、岡本、吉田で8得点、その他は無得点です。2番、3番のところがね、もうちょっと得点欲しいんですよね、ジェイクスはね。ここは早くは打ちません、吉田、はい、ずっと出ています、このクォーター。間宮、ああ、ここは抑えた、はい、よく守りましたね。長岡のディフェンス。11点リード、富士通、はい、さあバックドアカットは吉田がよく守りました、はい、しかし3対2の状況で吉田が自ら持ってきました。やはり、はい、まあ、前線のスピードはありませんがよく持ってきました。あ、ここは町田ターンオーバー。さあ一桁に詰め寄ってジェイクス、さらに冷たい、いいポジションだ、渡嘉敷決めました。一気に7点差、はい、そうですね、こうやって油断すると当たってきますからね、ジェイクスは実は気が抜けませんよね。前半は今7点リードの富士通、しっかりこのぐらいの点差をキープして終わりたいでしょうか。そうですね、はい、パスは回って、あっとここは岡本いいディフェンスです。早く戻りたい富士通、ショットクロック使い切っても少し余ります。そうですね、ジェイクスの攻撃、ここは時間を使っていいと思います。富士通はここをなんとか守りたいところですね。吉田打たない、スリーポイント打たせません。大沼がもうちょっと攻撃に参加していいと思うんだけどな。あ、ここは打ち切れずにターンオーバー、しかも残り10秒。さあ最後富士通にワンプレーが残されます、はい、今日は富士通ディフェンスよく頑張ってリバウンドでも健闘しています。さあ最後ワンプレーは何で来るか、町田自らドライブで行った、浮かせて、これは入りません。第1クォーターが終了、富士通が42対35、7点リードで第1クォーターを終えました。さあ吉田がコントロール、はい、初めからゾーンですね、実は前2人のゾーンディフェンス、富士通、まあ、自身のゾーンなんですけれども、岡本選手のところはほとんどマンツーマンでついているマッチアップみたいな形です。ああ、こういうのもったいないですね、富士通は。ケーブセットコーチが言っていたリバウンドの部分、横パスカット、山本取れるか、取りました。3対3の状況、ここは急ぎません、マンツーマンで守るジェイク・セイネオス、ドライブでいった、積極的、うん、もう1個合わせたいですね、今逆サイドの長岡選手。さあそして早い展開でファウルをもらいました。ようやく走る展開が見えました、はい、ジェイク・セイネオス、はい、そうですね、吉田は欠場している間こういうプレーを増やしたいと言っていました。富士通はスターティングメンバーと同じです、長岡、町田、篠崎、篠原、山本の5人です。渡嘉敷前半14得点、去年世界選手権も経験した日本の至宝。7点追いかけるこの後半です。フリースロー1本1本も大事になってきます。2本目は決めました、6点差、一旦は13点ほど点差が離れていましたが、うん、第2クォーターの終盤にもう終わり際ですよね、パタパタとマジェクスが追いついた形ですよね。そしてインサイドに入れます、パスをよく回す富士通、ペネトレート大事と言ってましたが山本が行ってちょっと難しいシュートです。あー、ここでインサイドファール、あーっとオフェンスファールですね、オフェンスファール、はい、あー、ポジションを取ろうというところのオフェンスファール、はい、渡嘉敷、そうですね、これちょっと強引に手で行ってしまいましたね。ファールは1回目、まあ、渡嘉敷選手こういうところでイライラしないのが大事ですね。さあ6点差という状況です。第3クォーターの立ち上がり、ペネトレートを増やしたいと言っていましたジェイク・セイネオス、渡嘉敷、岡本、吉田、間宮、宮澤、スターティングメンバーと同じ5人です。岡本がよくボールを手を出していっています。ドライブ、町田、さあそして篠原、得意なんですね、はい、ここでなかなかの左手一本でねシュートっていけないんですけれどもね、右利きの選手ですから。さあここで積極的にインサイドをついてきています、はい、後半
意識は変わってきているようですね。そうですね。さあ対する富士通、まあ、ディフェンスがソフトだったと話していた佐藤清美ヘッドコーチ。町田のドライブだ。はい、いいですね。岡本止められませんでした。はい、町田今日初めてのドライブからの得点。まあ、あの体をしっかり寄せてってますからね。あれが出ると富士通を止めることは難しくなります。ゾーンディフェンスですから、ジェイクさん、とにかくあのディフェンスを40分間ずっと、後半も特に20分間ですね、集中することですよね。さあ早い展開だ。パスが来る。しかしカットした。篠崎を走っています。吉田がカットしました。ここの攻めぎ合い。ただ町田もよく取ってからが早いですね、パスが。そうですね、まずパスを受けるのがアウトレットパスと言いますけれども、リバウンドを取ってからのパスがあのいいポジションで早めに受けてるんだと思うんですよね。今シーズンはこの攻守の切り替えをかなり練習してきている富士通です。トランジションですよね。とにかく富士通のトランジションが早くなってますよね、今シーズン。渡嘉敷ファール2回目、うん、ゾーンディフェンスに変わりました。スリーポイント前半7本決めていますが、オフェンスリバウンドよく抑えます。はい、今日はリバウンドルーズボール、よく取っている富士通。町田のスリーポイント、あの富士通ボールになりましたが、スリーポイントを抑えたいと言っていて、はい、今2本打たれました。そうですね、まあ、ゾーンなのでなかなかスリーポイントちょっと抑えにくいところはあると思いますが、今もあのたまたま、ね、ライン踏んじゃったけれども、篠崎選手がしっかり最後まで追っかけていますね。さあこちらもゾーンディフェンスの富士通。さあ裏を狙い、はい、しかしボードの後ろ、吉田のコントロールですが、間宮ハイポスト得意の距離。ここがね、ちょっと珍しく間宮選手来てないんですよね。スリーポイント岡本来ました。点差を詰めます。5点差。岡本のスリーポイント今日2本目。はい、ノーマークにすると本当に確率いいですからね。まあ、今もリバウンドからのこぼれ球なので、富士通は最後までリバウンド集中することが大事ですね。長岡のスリーポイント、あ、かなりスリーポイントをゾーンディフェンスに対して打ってきていますが、そのチャンスを攻めたいジェイクセネオス。ドライブ間宮、力強いですね、この体の強さ。そしてタイムアウトは富士通、3点差まで迫りました。ジェイクセネオス今ゴール下にもディフェンスいたんですけども、もうお構いなしですね。これね、強いな。長岡も体強いんですけれども、はい、接触してね、多少バランス崩してもねじ込んできますからね。やはり勝負どころでは間宮のプレー、ロープパス、トップからロープパスされないように最初からもうちょっと下な、この辺絞らないと、ここ気にしないで、ね、あとは間宮のハイポーフラッシュとシュート、最初からね、もうちょっと下のところで絞ってよな。言ったやろな、出だしオフェンスリバウンド、あれだけで JX は勝てると思うよな。これしっかり守らないとね、やばいよな。自分たちのオフェンスリバウンド、やはりリバウンドのことを強調していましたが、前半と変化はあるんでしょうか。いや、あの前半もね、あのポコポコとああいうこうちょっとリバウンド取られてるところが非常にもったいないところなんですね。まあ、ゾーンのディフェンスってリバウンド難しいところはあるんですけどね、とにかく今あの JX に追いつかれているところがリバウンドからの展開なので、リバウンド集中したいですね。 JX エノスの佐藤ヘッドコーチも同じことを言ってまして、リバウンドに集中しなさい、もう一回シュートチャンスができるんだからと強調しています。さあタイムアウト明けのオフェンス、富士通マンツーマンに戻しました。チェックセネオス、はい、篠崎、ああここは惜しいですね。今ちょっと高さが気になりました。さあ吉田、早い展開に持っていってパスアウト、宮澤のドライブ決めました。よく入れましたね、はい、このドライブが上達した宮澤。さあ1点差、第3クォーターはチェックセネオスの流れ、リバウンドとインサイドからリズムを掴んでいます。そうですね、ここは本当に富士通返しておきたいですね。あー横パスカット、さあ逆転なるか。3対2、渡嘉敷が決めて逆転。町田のターンオーバーは5つ目ということになります。渡嘉敷今日19点目。
さあ今度は追いかける展開に変わった富士通、まあ、本来であればちょっとここ町田休ませたいところでもあるんでしょうけどね。出ずっぱりです選手たち。篠崎1対1に行くか。守ってますね。あ、吉田のハンドチェック最後まで手を出していきました。さあさらに点を取ることができるか。吉田自ら行きましたがここは守られました。さあ早い展開得意の富士通。長岡、ああこれはちょっと第3クォーターシュートが落ちています。そうですね。ここで選手交代。ジェクセネオスは吉田を下げてルーキーの宮崎、聖カタリナ女子高校から入ってきたルーキーを入れました。あの非常にシュート力もあって、それから彼女も早い展開が好きですからね。あの少し JX 走る展開になってくると思います。富士通は長岡に変えて三谷が入っています。篠原うまいターンだ。ああしかし決まらない。こういうのもったいないんですよね。この第3クォーターシュートが落ちています。富士通早い展開。宮崎ルーキー、高校時代はシューティングガードでしたが JX ではポイントガードを務めています。岡本のドライブ、ファールをもらいました。積極的に攻めました、はい、だいぶこうジェクセノスのオフェンスが躍動感が、そうですね、あの動きが見えてきましたよね。やはりあの走る展開っていうのがジェクセノスもできてくるようになってきましたので、さあここは富士通が踏ん張りどころですね。富士通が引き締めたい部分はどこになってくるんでしょうか。まあオフェンスやっぱりちょっと点が取れないっていうのが、まあ、今後半始まって4点しか取れてないので、ちょっとストレスになってるんだと思うんですけれども、やはりディフェンスでしょうね。篠崎が積極的にいって宮崎を相手に決めました、はい、うまいですね。ストップしてからステップ食らいつきます、はい、このあたりのフィニッシュ、ディフェンスの形をしっかりよく見て、一番いい形のシュートを持っててますよね。またゾーンディフェンス守りました。もったいない。さあ2対1、ここも篠崎と町田のコンビネーション、はい、ここは富士通助かりましたね。この1本はあの上げなくてもいい点数でしたね。また逆転して50対49。今度は JX エネオス後半3回取れるうちの1回目のタイムアウトです。さあ一時は13点ほど開いたこの試合ですけれども、はい、接戦の様子を呈して、そうですね、きっかけはリバウンドだったと思うんですけれどもね。まあ、JX も難しいなと思うのはこういった、まあ、間宮とか渡嘉敷とかといった、まあ、センターしっかりしたセンターがいるとどうしてもあの外回りの選手センター見ちゃうんですよね、今もあの宮澤選手で自分でシュート行っていい、場面だと思うんですけれども、わざわざ渡嘉敷にパスしちゃってっていうのがもったいないですよね。本当に2番3番の選手、まあ、2番は岡本ですけど3番の選手に得点力ができてくるともっと JX 良くなると思うんですけどね。あとは萩原さん、はい、吉田がずっとは出られませんから、そうですね、接戦の中でまたいつ出てくるのか、はい、そしてその時間帯どうつないでいくのか、はい、ここは正念場ですよね。 JX エネオスも富士通もその責任ある時間帯、ルーキーの宮崎に任されているという展開で、はい、そうですね、まあ、前半はあの新原がまあつなぎましたけれども、リーグ戦でもねこういう展開ありますから、宮崎十分あのつなげるんじゃないかと思いますけどね。前からゾーンできます富士通。さあポイントガードの宮崎、持ち味はドライブスリーポイントですが、さあ外回りになると富士通の思うツボですが、あここは空いた、オープンだ、リバウンドしっかり取った富士通、はい、この距離がねちょっとマメヤ選手今日来ないですよね。もともとは得意なんですが、はい、普段は非常に確率がいいですが、三谷のドライブ、積極的にドライブを仕掛けるようになっています。コーナーからスリーポイント得意、今日2本決めていますが、今戸部さんが言ったようにテーブスヘッドコーチはドライブの種類を増やせという指示をしています。ドライブの種類ですか、はい、それと1対1のチャンスを確実に得点に結びつけなさいというコメントです、うん、先ほどね篠原選手のゴール下のシュートはもったいなかったですよね、まあ、出ずっぱりですから多少足に来てるかもしれません富士通。ああこの距離宮沢得意ですが決めてきました、はい、そうなんですね、こういったねあの 宮沢はこの距離のシュートあるのであえて狙っていいと思うんですよね。三谷のスリーポイント、後半はまだ入りません。ジェイクセネオス逆転しています。1点、あここはボールに絡んでジャンプボールシチュエーション、あここで
まあ、町田がこれボール絡みましたが選手交代、吉田麻美がまた戻ります。ジェイクセレオス、はい、宮崎の出ている時間帯はわずか、やはり勝負どころということで。そうですね、まあ、もう少し宮崎で引っ張ってもよかったかもしれないですけれどもね、まあ、勝負どころというふうにベンチが判断したんだと思いますね。大事な時間帯を迎えています。準決勝の第1試合、勝てば決勝進出、4年ぶりの決勝を目指す富士通。ドライブの種類を増やせと言われたところで3ポイント篠崎。そうですね、ドライブからの展開がちょっと重くなってきましたね。富士通は吉田が走って宮澤得意の距離決めた。はい、これがジェイクセレオスの攻撃です。そうですね、ですから本当ここ の宮澤、それから3番の得点が増えてくると非常にやっぱりジェイクスっていうのを守りにくいチームになってきますよね。いや、厳しいディフェンス、ディフェンスを厳しくしたいと言っていた後半、しかしここは上手かったですね。はい、点差のままパスランのお手本ですね。ああいうディフェンスに対して足をしっかり使ってパスをして、まあ、そこでギャップを使いましたね。さあ、吉田のいる時間帯でリードしたいのがジェイクセネオス。マニアいいポジションでもらったが篠原のディフェンスに、はい、しかし宮澤のドライブだ。まあ、攻撃権は相手に移りましたが宮澤積極的になってますね、はい、この時間帯非常に良かったと思いますね。マミヤ選手のところでディフェンスを引きつけてそこのギャップを突いていって、これまで左手でシュートいけると良かったんですけどね。これが外れてしまいました、はい、接戦になっています。準決勝第1試合、今も裏を狙うプレーがありました。山本積極的にドライブターンしてオープンだ。しかしすぐカバーに行ったのが吉田、厳しいファンはない、決めた篠崎、はい、非常に見応えのあるワンオンワンでした。そうですね、チェックしました、エアボール。やはり岡本には十分に打たせません。1点リードに変わっています富士通。篠原ポストプレー、復シュート得意ですが攻められない、はい、ショットクロックが少なくなる。ここはもう先輩後輩の意地がぶつかり合ってますね。さあ篠原得意の距離決めました。あの距離からも決まります、はい、篠原日本代表の経験もあります。さあ横パスを取りました。こういうのやっぱり若さが出ますね。吉田がいる時間帯ですがなかなか離せません。オープンで三谷、これは来ない。助かりましたね、ジェイクス。さあ、第3クォーターも残り1分を切ってきました。接戦のまま、吉田のジャンプショット。この距離がなかなか吉田決まりません。はい。もともとは得意なんですけれども。またこの距離、今度は決めました、吉田。はい、7得点今日は挙げています。1点差。ちょっとでも吉田選手の体力的なものが気になりますね。復帰してからこれだけ長い時間出るのは初めてです。少ししんどい感じが。篠崎を守れるか吉田。ここもトライ、うまいですね。はい、うまかった。うまくかわして浮かせました山本、はい、今日山本チームトップ16点。ドライブからフィニッシュのバリエーションが非常に多いですよね、山本選手。指示通りのプレーをしています富士通。さあ、もう残り時間はありません。おー、止まりかけましたが、第3クォーターが終了しました。富士通が58対55で JX エネオスをリードしています。4クォーターの出だしが見ものですね。最初からゾーンディフェンス 2-3 富士通。岡敷の得点少し止まってきています。さあ、ここで宮澤の高さを生かそうというところですが、吉田が自ら行く。リバウンド、このリバウンド大事だ、はい、ました篠原です。腕が長い。第4クォーター、勝負のクォーターに入っています。ここは慎重にハーフコートでボールを回す。1対1を、うん、ね、仕掛けますが、トラベリング、はい、今スペースを上げて篠崎のためにセットしましたが、そうですね、もう岡本選手のコースの読みが非常に早かったですよね。吉田がこのクォーターもまた最初から出ています。
ディフェンスでもね篠崎についてますから相当ディフェンスでの消耗もあると思うんですけれども、渡嘉敷決めきれない、はい、最後まで体を当てました富士通。そして早山さん、長岡が入らない、もったいないな、この2本。そうしたプレーが後半目立ちます富士通、はい、そこをついていきたいのはチェック、ね、長岡は今これ入れたかったですね。岡本今度は2点を狙う、リバウンドは富士通、はい、なかなかスリーポイント打たせてもらえない岡本、今は2点を選択。さあマンツーマンで守るジェイク・セイルス、今日は途中ゾーンディフェンスも見せていました。篠崎のスリーポイント、ジェイク・セイルスはスターティングメンバーです。渡嘉敷、岡本、吉田、マミヤ、宮澤の5人。宮澤今はもう打たざるを得ないようなシュートの選択、そうですね、オープンですがここは打たない、はい、あの富士通は打たせていい人間、打たせてはいけない人間っていうのははっきり、まあ、判別してディフェンスしてますよね。ナイスパス、ナイスパス、渡嘉敷がうまくパスを落としました、はい、また決めたのは宮澤、宮澤が第3クォーターの後半から得点を伸ばしています。富士通は長岡、町田、篠崎、篠原、山本の5人。篠原今度ターンもありますがそのままフック、あしかし体の強いディフェンスがありました、はい、あとここがコースに入りました。速い攻めを見せたい吉田、また宮澤ジャンプショット得意、間宮が拾った、はい、これがあります逆転、うん、そうですね、渡嘉敷選手がしっかり最後までリバウンド食らいついて、まあ、こういうティップを間宮が拾った形ですね。追いかける展開の富士通、ちょっと両チームとも今足に来ている時間帯ですね、ほとんど出ずっぱりの選手たち。さあオープンだ、篠原決めました、これが町田のパスの力、はい、まあ、ピックアンドロールですけれども篠原も空いてるところにしっかりダイブして飛び込みましたね。マミヤここは打ち切れない、ここも1対1でしっかり守ってますね今日は。宮沢が走ってきましたがそこにも入らない、吉田スリーポイント来た、はい、奥入れた、ガッツポーズも見せました吉田、今日2本目のスリーポイント、リード2点に広がりました。さあここでワンツーのプレー、ジェイクスボールです、はい、吉田が大事なところスリーポイントを決めました、はい、ようやく捉えましたねジェイクスは、まあ、復帰して体力的にもきつい時間帯だと思いますが、うん、やはりこの人のリーダーシップ、はい、オープンで町田、あとここで外れた、そうですね、ここ何本かはね富士通がもったいないですね、オフェンスね、ジェイクスは走れません、今もチャンスはありましたが、さあこの終盤、まあ、あのゴール下でだいぶセンター陣体のぶつけ合いしてますからあれ本当に消耗するんですよね。ここもリバウンド飛び込んだ長岡、ゴール下は激しい当たりになっています。さあそして速いパスが飛んで山本、さあここはいいパスですが、はい、ここもディフェンス岡本よく絡みました、よく守りましたね、あトラベリング、あ長岡このクォーターは少し波に乗れていません、うん、我慢ですねここは。さあ残り6分を切りました、終盤両チームのヘッドコーチはリバウンドが大事だと話しています。吉田がきつそうですね、ここでも休ませられませんね、確かにかなり疲労の色が見えます。渡嘉敷だ、ドライブ、うん、決まらない、うん、長岡のリバウンド、そして速攻に行けるか、渡嘉敷も一生懸命戻ります、あっとうまいチェックは岡本です、はい、これ手を出しています。山本のスリーポイント、うん、後半スリーポイント伸びない富士通、いませんね、オープンで打てていますが、さあ逆に岡本入るか、うん、これも入らない、いれば流れが来るようなプレーでしたが、はい、まあ、第4クォーターは本当に出だしに流れを引き寄せた方が有利になってくると思ったんですけども、そういう意味では両者ともに流れをこう譲らないという感じの攻防でしたね。ジェイク・セイノス後半2回目のタイムアウト、残り1回ということになりました。集中して、はい、そのためのタイムアウトなんだから、はい、いい呼吸しっかり整えて、はい、いいね、
呼吸を整えてそのためのタイムアウトだと言っていました、まあ、大事な2回目のタイムアウトです。そうですね、ちょっと早いような気がしないでもないんですけども、ここかなりゲーム拮抗してますからね、あえてっていう感じでしょうね。少し吉田がですね、はい、うなだれているような形で疲労の色を濃いでしょうか、うん、そうですね、オフェンスだけじゃなくて本当にディフェンスもずっと篠崎選手を追っかけ回してますからね。さあこのタイムアウト明けが大事になります。ジェクセネオス大事な2回目のタイムアウト後半取りました。スターティングメンバーと同じ5人。吉田はもう今日ですから20ここまで5分以上はプレーしてるでしょうか、うん、復帰後初めてじゃないですかね、ここまで出場しているのは。さあプレー再開、タイムアウト明け、山本スリーポイント実況ファウルだ。あれですね、これはフリースロー3本、宮澤勢い余って3回目のファール。こういうところがちょっとね若いんですよね、ここ無理していかなくてもよかったと思うんですけど、これで3ショット全て決めれば逆転。ただやはり山本に打たせてはいけないという意識が強かったんでしょうか、うん、そうですね。ああ外しました。あのフリースローはよく足に来るとなかなか終盤入らなくなるとも聞きますが。そうですね、まあ、でもこのレベルの選手はね、この程度の試合って寝かせとやってると思いますから、まあ、集中してこの終盤一本一本が非常に重くなってきます、うん、決めれば同点。前から来ます富士通、はい、まあ、まだ5分ありますからね。ゾーンディフェンス引き続き見せています富士通。宮澤積極的に打った、このリバウンド高いと高いですね、はい、しかし富士通これは2対1、富士通2人飛んでいって渡嘉敷も十分なスペースには飛び込めません。やはりこれも篠崎が絡んでいるんですね、はい、今2人ねしっかり飛んでましたからね。高さのフリーをこうしたハードワークで補っています富士通。ドライブ町田ここで来た、いいパス、パスアウト。あこういうの入れたいですね。いい形のショットがなかなか後半入りません富士通。吉田が自ら行ったがここは止められた。やはり万全な時のキレではありません吉田。長岡パスを回す、山本からいいパスだ。これも決まらない、もったいなかった、まあ、今はねちょっといい形で飛び込んだんですけど、やはり高さが気になりますよね。2ついい形の攻めがありましたが富士通得点にはつながりません。マミヤ渡嘉敷ですからね、やはりちょっと気になったと思います。篠原のファールは3つ目、チームファールは富士通が1、ジェイクセネオスは2という展開。本当4分ありますからね、まだちょっとファールは抑えたいですよね。入れた渡嘉敷、決まらない。ここでファールがコールされましたか。そうですね、渡嘉敷選手あそこの本当にゴールしたあのかなりやられてるというかその、まあ、接触ありますので、ただああいうゴール下のシュートを今日再三落とすケースがありますから、やっぱきちんと入れてほしいですね。しかし篠原ファール4つ目ということになりました、うん、もうファールはできません。5つ目で退場になります。ただ出してきますね、はい、決めてきました。セットプレーです、エンドラインからのスローイン。でもね、でも今篠原ですからいけませんよね、シュートチェックは。さあそこが終盤どう影響してくるか。ゴールした富士通、山本ドライブを狙う、自ら行きました、決めた、分かった、はい、もう20点目山本、また同点、残り4本を切っています。準決勝第1試合は接戦、館内の声援もひときわ大きくなってきました。吉田ファンだ、岡本に繋がらない、ここは痛いターンオーバー。まあ、普通のゾーンだとあえてシューターの選手がコーナーコーナーで動くと、まあ、あの送っていってノーマークになるはずなんですが、この富士通は岡本選手ずっとついてますよね、ノーマークならないですね。
松田のジャンプショット、これも決まりません。さあ吉田が早くボールを持っていって、いいポジションだ、間宮決めた、2点リードジェイクセリオス。そして逆に速攻を狙う富士通、一旦山本ファールをもらいました、宮澤ファールで4つ目。山本今果敢に行きました、はい、止まるかどうかという判断もあったと思いますが来ました。そうですね、この本当に、まあ、ゴール下の、まあ、トランジションからですよね、こういう攻めというのは今日再三見えますよね。富士通は2つ決めれば同点。富士通ジェイクセルノスはチームファウルが3つ、富士通が2つです。5つ目以降はフリースローということになります。終盤2本決めて同点、タイムアウト富士通は2個残っています。ジェイクセルノスは1つ、はい、さあワンプレーワンプレー大事、3分を切りました。勝った方が決勝進出、ジェイクセルノスは8年連続の決勝を目指します。富士通は篠原ファールできないですから、まあ、ジェイクセルノス少しインサイド見てもいいですよね。ここでうまいチェックだ、よく守った富士通。長岡距離を詰めて手を出した、はい、大きなディフェンス、あとは得点での活躍です。そうですね、ここからの時間帯はこういう一つ一つのターンオーバー効いてきますよね。ドライブ、ただ背の高い渡嘉敷がマッチアップ、ショットクロック1桁、町田ドライブ、ナイスパス、あー、惜しい惜しい。ここは富士通ボールで残りショットクロック2秒、すぐに打たなければなりません、はい、ここを守りきればジェイクセネオス同点のまま攻撃を迎えられます。長岡打ちました、オフェンスリバウンド取ったのは富士通だ、よこせた、はい、町田のオフェンスリバウンド、そして吉田のファールでチームファール4つ目。次からファールはフリースローになります。さあ残り時間2分13秒同点、ここで富士通後半2回目のタイムアウト、それぞれ残るタイムアウトは1つずつという展開です。逆サイドクリア、OK、D ダウンスクリーン、もう一個上がってスローイン、もう一個ハンドオフ言ってな、ハンドオフハンドオフ言って、 C まっすぐ行ってまっすぐ行って途中でバックカット、もう一個足曲げてバウンドパス使って、 OK、 ダメならルイにパスしてそこからピック、吉田が残ったから、ここに出て、ここにスローが残ったから、今は一つの局面でのオフェンスの指示だったでしょうか。そうですね、スローですね。ここずっと得点拮抗してますから、やっぱり2点は欲しいところですよね。もう選手たちの表情、目の色が変わってきました。ジェイクセイノスの佐藤ヘッドコーチはですね、受け身に回るなと、とにかく最後まで積極的に行けというアドバイスでした。さあこのオフェンス大事、リードして終盤この先手を取れるか富士通、一つのプレーをデザインしましたテーブルヘッドコーチ、空いた長岡オープンだ、来た、指示通りですね、値千金、はい、長岡のスリーポイント、残り2分を切ります。ここの時間帯のこのスリーは大きいんじゃないですか。3点追いかけるジェイクセレオス、インサイド渡嘉敷攻めるが篠原のところ、はい、なんとかリバウンドでつないだ岡本だ、リバウンドは強い富士通、まだまだジェイクセネオスにも、はい、2、3回攻撃のチャンスはあります、はい、ただここは富士通は攻め急がなくていいですね。しかもジェイクセネオスはチームファール4つ、うん、アタックすればフリースロー獲得できる富士通です。このキック、アタックしない、
ショットクロック少ない、これはバイオレーション、プレーオンです。このチャンス生かしたい吉田、チャンプショット決めた、さすが吉田が大事なところで決めて1点差。さあ残り間もなく1分を切ります。大接戦、さあチームファール4つのジェイク・セニョスです。長岡、はい、ここでさっきから長岡と町田のところでピックを使っているんですけれども、チャンプショットが外れた。さあ残り1分を切りました。ワンゴール決めれば逆転になるジェイク・セニョス。インサイドが強い、マミア構えた、ターンをした、アシストだ、渡嘉敷逆転。さあ残り時間36秒、はい、タイムアウトはそれぞれ一つずつ残っていますが、ここは取りません。さあこれはアタックすればフリースローも獲得できる富士通。町田どうするか、ドライブに行った、あとこのターンオーバーだ。うわー、さあこれはファールしなければならない、ファールしなければなりません。ここでファール、残り時間14秒、痛いターンオーバーが出てしまいました。シュートまで行きたかったね、本当にね。ここでタイムアウト、はい、あの積極的にドライブ行ってきっかけは作ったんですけれどもね、あの、まあ、ディエンスがヘルプに来るのか戻るのかというところでちょっと、まあ、パスを迷ってしまいましたね。ジェイク・セネオスはこれでタイムアウト全て使い切りました。そして14秒ですからショットクロックよりも短い時間、これも富士通としてはどう考えればいいでしょうか、まあ、あのファールゲームにするか、それとも一発、まあ、ファールをしないで、ファールをしない選択というのもありますからね、どちらを、まあ、テーブスさん選択するかですよね。まだ富士通はタイムアウトが一つ残っているという状況です、はい、まあ、ジェイクとすれば時間使おうとしますから、その時間を使わせないようにファールゲームを選ぶか、それともファールゲームじゃないところを選ぶか。チームファールは3つですから、2つファールをしなければならないです。そうですね、その分時間も消化してしまいます、はい、まあ、まずは時間止めることですよね。さあもうすぐにファールにはいかなくてはいけない富士通です。時間さえ過ぎればジェイク・セニョス8年連続の決勝になります。終盤の大事な場面、ここでも吉田が出てきます。1点を追いかける富士通、吉田が今日は復帰してから最も長い時間プレーをしています。終盤大事なところでジャンプショットも決めました。リードを奪った得点は間宮から渡嘉敷のインサイドでした。さあ富士通すぐにファールに行きます。そうですね、はい、やはりファールゲームというそうですねという選択ですね。ですからこれ渡嘉敷がですね今ファールされましたが、誰にファールするかというのが次大事になってきます、はいはい、そうですね、おそらくその辺の指示というのは出てると思いますけれども、さあ誰にファールするか、確率のいい選手に与えたい、やはり間宮から、あとファールができない、早くファールをしないといけない、ファールをしないといけないが吉田に今ファールをしました。あ、少し時間が過ぎました、はい、まあ、ジェイクスもファールをさせないようなオフェンスをしますからね当然。さあそして残り8秒3、ここちょっと流れちゃいましたね、もう少し早めにファール行きたかったですね。吉田がフリースロー大事です、はい、日本決めれば3点差になります。まあ、2本目外すという手もありますよね、外してタイムアウトを取らせずに時間を流すという、そうですね、はい、そういう選択肢もありますけどね。さあこれで2点差、どうするか、決めました、3点差富士通そのまま行きます。スリーポイントしかもありません、スリーポイントしか手立てありませんが、スリーポイント早く打ちたい、山本打って入らない、試合終了、 JX エネオス逆転勝利で決勝進出、8年連続の決勝進出です。吉田が力を振り絞りました。しかし素晴らしい試合になりました、はい、素晴らしかった、富士通の健闘が非常に低かった試合だったと思いますね。
リーグ戦での大敗からジェイクセネオス富士通にリベンジを果たして決勝進出です。このもう吉田最終盤で疲れた中でジャンプショットを決めるというプレーがありました。最後は吉田でしたね、はい。